子供はですね、何でしょうね、僕らの社会の中では、多分これ18世紀の終わりぐらいからだと思うんですけど、社会資産になっちゃったんですね。それまで子供っていうのは親のものである。だから親は勝手に子供を売ることができた。これは別に嘆かわしいことですけど、世界中どこでも行われたことです。余分にいる子供はよそに売られたり、働き手として都市に働きに生かされたりしたと。親のために働けというふうに言われたし、農家に生まれた子供っていうのは畑仕事をですね、もう5歳か6歳ぐらいの頃からさせられるわけですね。これが当たり前ですけど、世界中どこ行ってもスタンダードなその子供と社会のあり方だったんですよ。ところがそうはいかなくなってくる。それは何でかというと産業革命です。産業革命のおかげで世界中にですね、工場っていうのができたと。で、工場っていうのができると、子供たちをですね、一箇所に集めて教育することが必要になってくる。ここで初めて教育っていうのが出てきたんですね。教育っていうのはですね、もう僕ら当たり前のように受けてるから、人類古代、昔からですね、そういうものを受け入れて当然のようになんとなく考えちゃうんですけども、この子供に教育を与えるという思想が出てきて、まだ200年くらいしか経っていません。じゃあなんで200年前までは必要なかったのかというと、その家でしつけすれば十分だったからですね。農家の家に生まれて、朝日が差したらみんな起きて、で、畑仕事に行くような家に教育なんて必要ないわけです。そうじゃなくて、それよりは畑に行ってしっかり耕してくれとか、働いてくれっていうのを親は考える。で、5人も6人も子供いっぱい産んで、その中で1人か2人、体が弱いものは途中で死んじゃう。で、体が丈夫なものが最後まで生き残って後を継ぐっていうのだが、その子供と社会との関係だったと。ところが、今言ったようにですね、産業革命ができて、成立して、で、世界中に工場ができて、で、工場で働くためにですね、人間は、僕らもいつも聞く言葉なんですけども、人材にならざるを得ない。こことここの間にはなんか大きい隔たりがあります。人材っていうのは何かっていうと、今の僕らのように教育された存在です。日本語が読めて、つまり母国語が読めて、簡単な計算ができて、例えばマニュアルが見れると。昔海洋堂っていうですね、フィギュアの会社がですね、中国に工場を作った時に何が大変だったかっていうと、中国でフィギュア工場やってる時に、まず電気の付け方から説明しなければいけなかった。例えば、ちょっとごめんなさいね。そっちへ移動します。こういうスイッチがあって、これをこう動かすと電気がついたり消えたりすると。これをいちいち従業員を連れてきて実演してみせないと、工場でですね、人が働けない。つまり、その時にですね、中国の深センという地方なんですけど、そこの人たちっていうのは教育されてなかったんですね。いわゆる家の手伝いをずっとしていた、教育されてない子供たちが大きくなって15歳とか20歳になった状態だったんです。それが、まあ今から15年ぐらい前の中国の工場の姿だったんですよ。で、そういうような人たちに前へ来て、全員にスイッチさらして、これ入れると明かりがつく。消すとやるんだ。朝工場に来た人はこの電気をつけて、夜帰るとき返すんだ。次に洗面台を連れてって、トイレに連れてって、おしっことかは外じゃなくて必ずこの中でしなさい。で、蛇口ひねったら水が出る。で、手を洗って終わったらちゃんと蛇口を閉めるっていう、こういう当たり前のことを一から教えなければいけない。これが何でかというと、産業構造だからですね。同じ組み立てラインに立って、みんなで同じような服を着て、右から製品が来たら次々とそれをネジを締めるとか色を塗るとか、そういう作業をして次に流すと。今の僕らからしたら当たり前の作業で、まあ退屈だけども単純作業だなというふうに考えているのが、農家の生まれであったり、そういうふうなことを全く知らない、テレビとかラジオとかが全くない環境の人たちにとっては、何もかもがびっくりするようなもんなんですね。なんで急になんか工場でみんな働いてる時にしんどくなったら座っちゃいけないのかとかですね。なんでトイレに行く時はいちいち隣の人にトイレに行ってくると言わなきゃいけないのか。まあ、だってそれ言わないと工場のラインの人数が狂っちゃいますから、そんなことやっちゃダメだし、しんどいからという理由でみんな一斉に休むんじゃなくて、昼休みは昼休みでまとめて取らないと、工場の中で時間の配分がバラバラになっちゃうんですね。困ってしまう。でも、その中国で最初雇った人たちっていうのは、そういうのが全く分からなかったそうなんですね。これは彼らがまだ人間だったからなんですね。まあ、人間と人材って言ったら、まるでこれ、加工されて人間性を奪うような気がしてしまうんですけども、これもやっぱり教育の一つなんですね。教育によって、もうほとんど野生児のような人たちっていうのを机に座って、で、決まった作業をして、
終わりの時間になったら全員後片付けをして帰るというような状態の人材の状態を持っていかなければいけない。これがその教育というものがそもそも僕らの社会の中で必要になった理由です。それまでは寺小屋みたいなものでよくて、その中で読み書きを教わったりですね、必要最低限の社会的知識、常識みたいなものがあればよかったんですけども、今の僕らの社会っていうのは、なんでこの学校であんなに勉強しなきゃいけないのかっていうふうにみんな考えるんですけど、それらはすべて人間が人材になるためなんですね。あんないろんなことをですね、頭の中に詰め込まれるのもすべて僕たちが産業社会の中で働くのに一人前の姿になるために必要だ。というふうに考えてもらえば大丈夫だと思います。